それではですね、本日の話題なんですけど、夜のね、商店街に行ってみようということですね。僕、夜型の村にしてるんで、まだね、商店が空いてると思いますね。11時過ぎてるんですが、この通り。夜の商店街、11時過ぎの夜の商店街、ちょっとね、久しぶりなんでね、めっちゃ久しぶりなんで、まあ、見回りに行きましょうか。こういう、まあ、博物館は一番時間かかりそうなんで、後回しにしてと。いや、博物館だけちょっと別動画しようか。ちょっと長く、めっちゃ長くなりそうなんでですね。これはなんだ。あ、これ長くなるやつだ。博物館だけちょっと後回しにしまーす。ということで。まあ他の施設だけ見ていきましょう。まあこれ占いの館、入れないところはまあ、仕方ないところで。まあ面白そうなところだけ入りましょう。デパートメイン、いやメインというか、まずデパート入りたいですね。というか全体的にまず見ましょう。全体的にこんな感じでございましたね。で、こっから朝日を見ると、僕は、右側に崖があるんでですね、僕の村は。あ、とりあえずデパート行きましょうか。これ一番の醍醐味ですね。なんで集まれ動物の森、デパートなくなったんだろう、思いません。あ、このハッピーホームアカデミーも別動画でした方がいいわ、これは。な、で、絶対長くなるやつだからね。いらっしゃいませ、ね。相変わらず変わらなくていいですね、うん。ほんと、集まる動物の森だって、デパート追加してくれよと思うよ、ほんと。いや、僕が思うにはですね、動物の森、ね、飛び出す動物の森から集まる動物の森で、確かに画質は良くなった、便利になった部分もある。だけど、退化した部分の方が多いんじゃないかと思うんですけどね。こういう施設の多さだったり、なんか道具が壊れたり、動物のね、なんか話し方だったり、うん。うん、あ、普通に、現在、ね。現在も。まあ、飛び出す動物の森で遊べるからいいんですけど。で、これ、ね、最上階が、まあ、グレースのですね。まあ、高級な場所ですね。うん、高級なんちゃら感じ、高級な、まあ、服の。まあ、ブランド物でしょうかですね。なんかよく埋めたとかにありそうなやつですね、こういうの。うん。こんな感じでしょうか。まあ、相変わらず、現在していますね。ちょっとよく見せてもらいましょう。そうそう、こんな感じでしたね。これは当たり前のようにですね、やってた頃はあったんですよね、僕も。動物の森を。まあ、最近いろんな別のゲームね、いろいろしちゃってても、そういう気づいたらもう、何年も経ってたっていうことですからね。集まる動物の森を開いて。ちゃ、飛び出す動物の森を開いて。間違えた。さあ、次は、あの、服屋さん行ってみましょうかね。あの、ネズミたちがいるところ。ね。ハリネズミたちがいるところ行きましょう。服屋さんも、まあ、あるでしょうね。あ、夜なんで、ちょっと今回少ないかもしれませんね、回れるところは。まあ、回れるところだけ回っていきましょう。うんうん。これどれぐらい仲良くなってたんだろうってことで。あ、仲良くなってる状態だね。まあ、ミシンは、ちょっと話長いね。まあ、右側行ってみましょうか、ほんなら。うん、こういう、なんだろう。施設とかいっぱいあったのに、ね、飛び出す動物の森が。それがなくなってしまったっていうのが残念ですね。集まる動物の森場合。こうやって、いろんな施設があってですね、色鮮やかで、ね、飛び出す動物の森がですね、いいんですね。はい。ということで、まあ、夜の商店街こんなもんでしょう。ああ、そうそう、最後、こういう、その前に、これは、まあ、郵便局はいいですよ。タウンハウジング一回行ってみましょう。郵便局はもう何もすることないんで。いや、一応見とくか。見てないところ全部見ます。そうそう、こんな感じでしたね。あ、ここでいろんな家をね。まあ、インテリアというか家の外観とかも変えてましたね。ありがとうございますってね、言ってますけど。まあ、次郵便局行きましょう。内装がどんな感じだったのか。まあ、一回行ってみてみたいなのに、入れるとこだけ入りましょう。
よくこの郵便局の窓からね、入る。なんか人違うし、人じゃないわ、動物が違いますね。なんか、よくわからない、ちょっと怖いおばさんになってますが。ちょっと感じ悪い人ですね、この人は。で、ここ、右側からね、入る、ね、よく朝日を、まあ、楽しんでましたね、僕は。そんな感じです。まあ次、弓の館、前回の動画で入ったんですけど、まあ一応見ていきましょうか。うん。この方ですね。これ、弓の館もなくなっちゃいましたね。あっつまり場では。うん。ちょっと施設があまりにも少ないというのは僕感じてますね。まあそれはしたかないことかもしれませんね。なんか大人の事情があったんでしょうってこと。まあ、もっとお昼間になった時にですね、博物館とハッピーホームアカデミーは別々で見ていきましょう。で、まあ、夜ということなんで、この師匠ね、師匠のクラブを、まあ、メインで見ていきましょうか。ね。だいぶうるさいけどね。だいぶうるさいけどね。まあ、僕言うて、クラブとかそんな行ったことはないんですけどね。まあ、唯一行ったことあるのは、この動物の森のスポットです。うん。懐かしいね。これね、ちょっと、ね、あれなんですよ。3DS にね、開きっぱなしにしてるんですよね。いつもこれ、このまましてて寝てた時もありますね。うん。懐かしい、懐かしいところです。喋っていこう。これ、十分ちゃうか？おー、行方不明になってからこの4年間僕やってなかったってことですね。4年ぶりかな。村中大騒ぎだった。おお。結構いなくなったら大変なことになるらしいですね。まあ、で、ここから、まあ、ちょっと眺めましょうか。眺めましょう。せっかくなんで。この、キキが歌ってるところ、ね。この石は前回で聞きましょう。音。この音。まるまるスーパーマリオだった。そうだ、村メロというやつがあってですね、そこでスーパーマリオの曲をそのままやったんでした。はい。犯人たちが踊ったら、まあこの動画終わりにしましょうかね。うん。みほってね。あ、これ踊れるんだって、確か。せっかくなんで踊っていきましょう。なんか面白い動きするな。まあ、おとなしく見ておきゃ音楽しましょうか。来るぞ。でかいね。でかい。この犯人たちのね、この演奏も結構好きなんですよ、僕。うん。で、その後から入るこのミュージック。脱毛りにも、これ、クラブハウスも作るべきだと思うけどね。なんでこんなに施設なくなっちゃったんだろうと思うよ。他に私踊ったんで、まあ出ていきましょうか。師匠と最後挨拶して。
えらいうるさいな、外まで響いてるぞって。って感じで、今回はここら辺で終わりましょうか。商店街、夜の商店街ね、久々に回ってみたということで、本日はまあここら辺で終わりましょう。この博物館とハッピーホームアカデミーと今回に入れなかったところはまたお昼間に入りましょうということです。まあそれが最大、まあ、一番ずるいやり方で時間変えて入るということもできるんですけどね。まあちょっとそれはさすがにこんな昔のね、ゲームね、こんな全然やってなかったゲームをですね、今この手でですね、でもグリッと変えてしまうっていうのはちょっと新鮮さがなくなっちゃうんでですね、新鮮さじゃないわ、その昔のね、やったままの状態やっぱ残しときたいんで、ちょっと語彙力なくてすいません。まあそういうことです。なのでまあ時間変えるのはやめときますが、ちゃんとお昼にね、お昼の時間にちゃんとするということで、本日はここら辺で終わりましょうかね。本日はご視聴ありがとうございました。懐かしかったですね。ご視聴ありがとうございます。このチャンネル登録などをぜひお願いいたします。それでは。